今回紹介する商品はこちらになります。アイリスオーヤマのリンサークリーナーですね。布製品が洗浄できるクリーナーということで、型番は RNS-P10W、 今年の3月に発売した新しいモデルのリンサークリーナーになります。この掃除ガジェット前からずっと欲しかったやつで、いつかは買いたいなと思ってたものなんですけど、確か今月の頭らへんにコストコに登場しまして、で価格もね 11,800円で、 Amazon の最安値の価格調べてみたら 13,300円ぐらいだったんで、まあ2000円近く安く買えるってことでね、クレジットカードに溜まってたリワードが結構まとまった金額分あったんで、それをね、これにつぎ込みました。なので実質手出し分2000円ぐらいですかね、それぐらいで、手に入れることができました。でアイリスオーヤマのこのリンサークリーナーは前に1台あったらしいんですよね。でそこからかなり改良されてこれが登場しているっていうことで、なんか旧式のものよりも音がちょっと静かになったりとか、あとハンドル部分のね仕組みだったりとか使いやすく改良されてるということで、今日はねこちらを実際に使って車のシートを掃除してみようかなと思います。中はこんな感じのものが入っておりまして、まあホースだったりこういった電源コードの部分はくるっとまとめられるようになってますんで、持ち運びだったり使ってない時保管する時も場所をあんまり取らないんでね、いいかなと思います。もっとごっついのかなと思ったんですけど、全然一回りいいちっちゃい感じですね。サイズ感的にはミシンをちょっと全体的にごつくしたかなっていう、そんな感じです。はい、先端のノズル部分は2種類アタッチメントついてます。こっちが汚れをかき出す用のブラシがついているもので、こっちの方がブラシついてないやつなんですけど、ここがね、ほんと1センチぐらいの厚みしかないんで、際の部分の吸い取りにすごくいいということです。アタッチメントの取り付けはこんな感じで上から差し込むだけ、しっかりクリック音がしますんで、これでねもうすっぽ抜けたりはしないです。ここにねレバーがついてるんですけど、ここをギュッと握ってる間、このね部分から水が噴射されると、綺麗な水が噴射されて、これ引くことで、ブラシでその汚れをかき出しの汚れた水を吸い上げのみたいな感じになってます。今回は試運転がてらこっちのブラシ付きのもので掃除してみようかなと思います。で、もう実際ねちょっと使いながら説明していきます。ということで早速使っていきますが、タンクがね2つありますけど、こっち側に綺麗な水を入れて、こちらには汚い水が溜まっていくという仕組みになってますので、こちらのタンクにね水を入れていきます。はい、でこっち側はねじ込み式の蓋ついてますので、こっちを開けて水入れてという感じです。で今ねタンク満タンまで入れました。あとはねここのスイッチのオンオフで作動します。ちょっと電源入れてみます。はい、じゃあちょっと水出してみます。音は普通の掃除機ぐらい結構大きめの音するんで、夜とか全然使えないいい感じになります。でレバーを引くと水がパーッと出るんですけど、引きっぱなしにすると結構な量のね水が出てしまいますので、このレバーをずーっと考えなしに引きっぱなしにすると洗いたいものがびっちゃびちゃになると思いますので、これは結構最初にパーッと水をなじませて、あとは
あレバー引かずに使うみたいな、それの使い分けっていうのはちょっと必要になってくるかなと思います。なんか水がこう水を水圧で落とすっていうわけじゃないですね。はい、ということでね、これ使ってみますが、今回アルカリ電解水クリーナーとウタマロのクリーナーでちょっとどれぐらい落ちが違うのかっていうのを検証してみようかなと思います。ということで、今回後部座席の一番汚れてる部分を掃除していきますが、こんな感じでバッチバチにいい状態なので、ざっくり区切ってますけど、ここを水、ウタマロ、電解水クリーナーみたいな感じでね、ちょっとやってみます。ウタマロはね、泡立つんで、あんまりね、つけすぎると吸い取りが大変らしいんですよね。なのでこのぐらい軽めにしておきます。ほんのり薄く。マジここえぐ。軽くブラシで、なじませる感じです。子供がメインでここ座ってた場所なんで、汚れ方が半端じゃないですね。こっちはね、泡立たないんで結構たっぷりめにやります。よし、はい、それでは整いましたんで、掃除スタート。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.ということで一通り作業してみました。まだ終わったばっかりでがっつり湿っておりますが、なんかここら辺のね、目立った汚れは
どれも落ちております。このリンサ初めてね、使ってみてるんですけど、中盤以降はなんかコツつかんだかなという感じで、このね、トリガー引くと結構水がジャーッと出るんですよね。でこういう風に動かしてないと、ここに水がどん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 ジャーッと、本当水こぼしたような、飲み物こぼしたような状態になるんで、全体にこうファ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 ッと水がかかるようにしたいなと思ったんで、左手でこの吸い込み口を押さえつけるような感じで、一定間隔でこのトリガーを引く、ガッ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 カみたいな、そのリズムでやると水が出すぎずに、なんかちょうどいい感じで、動くね、手の動くスピードとなんか合うかなという感じで、まあそういう発見がありました。はい、今回洗剤との併用もちょっとやってみてまして、水だけとウタマロと電解水クリーナーですね。水だけでも、まあ、落ちます。今回は試運転ですけど、家にあった洗剤、良さげなものをちょっと持ってきて検証してみましたが、水だけの汚れはこんな感じになりますね。正直水だけでも落ちますよね、結構。で、ウタマロはこんな感じになります。ウタマロはさすがにね、よく落ちるなっていう印象で、ただ泡の処理がねめんどくさいです。こまめに洗わないと泡を吸い込んじゃって故障原因になることも多いらしいんで、よくねこの汚水タンクを見ながらやる必要があるなと思いました。でアルカリ電解水クリーナーですね、こんな感じだったんですけど、汚水の状態見る限りウタマロと素源変わらんからって感じだったんですが、何回水かけて吸い込んでも汚れた水がどんどん上がってくるような状態ですね。ウタマロの方は割と少ない回数でもう綺麗な水しか上がってこないみたいな感じになったんで、すすぎの回数的に言うとウタマロより電解水クリーナーの方が倍ぐらいかかるかなって感じです。うん、手っ取り早さで言ったらアルカリ電解水クリーナーが一番いいかなと思います。とりあえずねまだ湿っちゃってるんで、バスタオルとかで、もっとしっかり水分を吸い取って、日が落ちちゃって乾きにくいんですけど、ちょっとドア開けたまんまで、ね、乾かそうかなと思います。タオルでね表面押し付けるだけでだいぶ乾くの早くなりそうです。でブラシも一定方向にこう動いてるんで、そんなにこう傷が入ったりとかってはしなさそうですけど、まあ限度があるんで、そこら辺は割と注意してやった方がいいかもしれません。よし、 OK、 ということで今回はコストコで購入したアイリスオーヤマのリンサークリーナー使ってみたんですけど、めちゃくちゃいい。これまで車のシートのメンテナンスって言ったらもう掃除機で砂ぼこりを吸い取るぐらいしかなくて、こう水を使ってどうのこうのするっていうのはもう選択肢になかったんですけど、これがあればもう自分の好きなタイミングでね、掃除できますんで、まあ、うちのような子供がまだねちっちゃいご家庭だと特に重宝するガジェットかなと思います。小学校上がる前ぐらいの年代の子供ってもう何が起こるか分かんないじゃないですか。お茶普通に飲んでたと思いきや全部ひっくり返したりだとか、あとは水筒から中身がこぼれちゃって、これ最近あったんですけど、パッキンがずれててボンって水筒が倒れてたんですよね。そっから中身半分ぐらい、こぼれてたっていうことがあった直後だったんでね、特に、今回まとめて、後部座席一応全部座面は処理できましたんで、すっきりしました。使った後は水がね、残ってますんで、今陰干しみたいな感じで一応すすぎ洗えるものは洗って干してます。本体も水が残ってる部分は軽く拭き取って、ちょっと外でね、
今乾かしてるっていう感じです。ホースがね、このホースの部分が取り外しできないんで、ここの中の水滴ですよね、これがなんか乾きが悪くてカビとか生えたら嫌だなっていう懸念はありますけど、まあ、風通しのいいとこでなるべく気温が高い時に作業するっていうのがポイントかなと思いました。はい、このリンサークリーナーが一家に1台必要なのかって言われると、そんな気もしないんですよね。ただ小さいお子さんがねいらっしゃるご家庭だったら、カーペットに飲み物こぼしたり、ソファーでなんかぶちまけたりだとか、車のシートもそうなんですけど、なんかね、食べ物こぼしたりとか、油汚れビターンみたいな、そういったものも全然これで対応できますんで、精神的なゆとり、全然汚してもいいよっていう、ダメなんですけど、最悪汚しても全然綺麗にできますんで、そういった安心感を買うっていう意味ではいいのかなと思います。掃除機とかみたいにそんなに毎日これ動かすことはないと思うんですが、3ヶ月に1回車のシートをこうがっつり綺麗にするとかね、そんな感じでも十分元は取れちゃうんじゃないかなと思います。家族に1台というよりかは、親戚含めて一族で1台、もしくはその仲良しの友達とかで、そういった人たちでこうシェアできるような感じでみんなで買うっていうのも一個ありかもしれないですね。3人で、3、4000円ずつちょっと出して、買って順番にこう回すみたいなね。まあ僕の場合はね、友達一人もいない、そんな感じでおすすめの掃除ガジェットなんで、ぜひチェックしてみてください。これ買ったのが 1,2 週間前なんで、今この瞬間に在庫がまだ残ってるかっていうのはちょっとわかんないんですよね。チェックちょっとしてないんで、またコストコ行った時見ときますけど、これから年末にかけて大掃除っていう巨大なタスクがね、大人の皆さんにはのしかかってくるわけですけど、これは普段できないところをがっつり掃除するっていう分にはね、かなり重宝すると思いますので、ぜひねチェックしてみてください。一応 Amazon の販売ページ、ね、概要欄に載っけてますので、どんなものなのかとかスペックとかね、詳しく見られたい方はそちらもぜひ見てみてください。ということで、今回の動画は以上でございます。このチャンネルではコストコで買ったものをいろいろ紹介してますので、よければ過去の動画もぜひチェックしてください。この動画参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と動画の評価お願いします。この辺にね、チャンネルのアイコン出してますので、そこタップすると登録できますので、ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。